本の今月14日頃には西日本の太平洋側に強い勢力で接近する恐れがあり、気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。山の日の今日、埼玉県の秩父地域では警察や県などが登山者に安全な登山を呼びかけました。秩父地域は標高2000メートル前後の山々が連なり、東京近郊で気軽に登山を楽しめるとして、この時期大勢の登山者でにぎわいます。今日は西武鉄道の西武秩父駅に登山届を提出できる特設のコーナーが設けられ、埼玉県や警察の担当者が登山に必要な装備をまとめた冊子やホイッスルなどを配り、安全な登山を呼びかけました。秩父地域はこの1年で30件の山岳遭難が起きていて、このうち死者行方不明者が6人となっています。コーナーでは担当者が去年から県の防災ヘリコプターで救助にかかった費用のうち燃料費に当たる分を徴収していることや、十分準備をせずに遭難する登山者が後を絶たないことを説明していました。新潟を拠点に活動するアイドルグループ NGT48 はメンバーの自宅にファンを押しかけてトラブルになるなど、一連の騒動を受けて活動を事実上休止したわけでも、今月18日に専用劇場での公演を再開することを明らかにしました。 NGT48 をめぐっては去年12月メンバーの自宅にファンの男性2人を押しかけてトラブルになり、その問題をめぐってファンから批判が相次ぐなど混乱が続きました。一連の騒動を受けて NGT48 はCM やイベント出演などの契約が解除されたり保留されるなど、事実上活動が休止していました。こうした中、グループは今月18日の午後6時から新潟市内の専用劇場で公演を行い、活動を再開することを明らかにしました。公演は正規メンバーの16人で行うということで、再開されれば専用劇場での公演は今年5月以来およそ3ヶ月ぶりとなります。気象情報です。高温注意情報が